チンですということで、今日はねめちゃくちゃテンション上がってます。もうね、大会の報酬も来たらしいし、これね TS のメンツがもうやばいよね。これほんまに今日動画撮るつもりあんまなかったんけど、もう今も9時とか10時くらいと思うんだけど、これがテンション上がって、うわこれは引かなと思ったし、もうただただ動画撮るだけなのにちょっとおしゃれしちゃいましたマジでテンション上がってる。普通にもうマジで久々やな、なんかこのテンションの上がり方というかね。いやこれはね楽しみ、ちょっとね後で選手見ていってっていう感じでねやっていこうかなと思います。んでね、大会終わってやっとまたリボン獲得したと思ったら、また大会行きます。これどういう大会なの、普通のオールスター杯かなってことは、この一つの大会に全ユーザーが集まるっていうことやから、正真正銘のっていう感じかな。これだってあれやろ、地域とかで分けたりしやんよね。うん、なさそうやから、ここでね1000入れたらマジで強くなったって言えるっていうところでね、ちょっとほんまの力試しやなこれ。うん、ちょっとこれ勝ちるわマジで、めちゃくちゃ勝ちるし、5月ゴールデンウィーク終わったくらいからかな、またライブ配信でめちゃくちゃ練習しようと思ってるんで、ちょっとね皆さんの力も貸してもらえたらなと思います。よろしくお願いしますはい、ちょっとお願いします、マジでお願いします。はい、でちょっとねもう早速ちょっと TS 選手見ていきましょうか。これね、はいはいはい、まずねちょっとオリックスからいきましょう。金子千尋投手ね出てもうたと。今日もあの再録っつってねもう動画出してんねんけど、仕事中にねトイレで動画出したんやけど、絶対出やんと思って、2年連続では、2年連続はないやろと思ったからスピ解放しちゃってるったんやけど、まあ4300の方がそりゃいいからね、まあ当たったらまあなんか複雑な気持ちにはなるけど、まあ普通に嬉しいよね。リアタイめっちゃ強いし、やっぱねこのスプリットの2種が強いと、あとカットボールの変化量1も強いし、これねドロップの変化量5っていうのもボール球振らせれたりとかね、で大ピンチも持ってるんで、まあリアタイ的にはマジで強くなってます。16勝5敗やった。で、次、武田翔太投手はね、このドロップとナックルカーブの投げ分けになってますが、まあ、通信もないんでね、まあ、今の環境、そんなに強くないのかなと、個人的には思います。山岡投手の方が強いかなと、個人的には思ってます。で、浅村選手ね、浅村選手、これ、高弾道だよね。高弾道の、ミート80、パワー70、キマ、総合でどっち狙えるんかな。で、守備がね、適正がファーストっていうことで、どうなんやろ、西武純正の方的にはやっぱりセカンドの浅村選手の方が使い勝手良かったのかな、まあ、山川選手、おかわり君おるっていうことを考えると、ちょっとこのファーストってなってくると使い勝手悪いんかもしれないね、もしかしたら。うん、ちょっと西武純正やってる人おったら教えてほしいなと思います。で、則本選手来ました。マジでね一世を風靡していた則本選手です。これ最近始めた人やったら分からんと思うねんけど、もう一時期もう全ユーザーと言っていい、ほんまに過言ではないくらい則本選手を使うと、もう使われると。で、何が強いかっていうと、これ、ね、フォークとスプリットのこの投げ分けね、回転が似てるっていうところで非常に強いって言われてんけども、なんかずっと3700とかの則本選手、多分フォークの変化で5あったよね、が4になってるっていうのと、スプリットも変化量3あるっていうところで、ちょっと変化量的にどうなんかなっていうところは不安ではあるんやけども、まあ強いこと間違いなしやし、これ使ってみたいな、超奪三振賞、うん、これちょっとねやってみたい、やばいんよこれ能力がね。変化量アップします、で打者のミート中断します、これめちゃくちゃ強いよね。うん、いや欲しい。で、次、サブロー選手はね、まあ、どうやら打ちやすいらしい。で、守備もいいというところで、まあ、当たってもね、全然外れじゃないと思います。特殊能力もね、悪くないんで、まあ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 、ちょっと使ってみたいなとは思います。まあ、一つはできんけどね、中島選手、そうかっていう感じでね。うん、まあ、ただセカンド、ショート両方できるから、控えとして置いとくと、まあね、セカンド、ショートで、レギュラーで使ってる選手に代打が出しやすくなったりするので、まあ別に外れではない、使い方次第かなと思います。需要はあると思います。で、高津選手は、投手は、シンカーとね、この超、高速シンカーの、投げ分けやね。で、これはね、普通に使えてくると思います。大会とかでもね、かなり打ちにくくなってくるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、あ、どっちやね、しかもね。国吉選手は、ツーシーム、ないんやね。
で、スライダー、カーブ、フォーク、シンキング。ちょっとこれはしんどいかな。タイピンチもないし、ちょっとしんどそうかなと思います。で、今岡選手来ました。進め、今岡。誠の救世主ということでね、アーティストで出てきてます。アーティストで出てきた今岡選手初めてなんかな。俺もあんまさ、プロスピの歴が長い人ではないからさ、どうなんやろ、初めて。ただね、アーティストでパワー72っていうのはちょっと称号までつけていきたいよね。で、セカンドの適正64あんねんけど、ちょっと後で触れるわ。で、特殊能力は流し打ちアーティストアベレージヒッター。これミートめっちゃ上がるよね。で、そう、守備適正64あんねんけど、走力がね59あるっていうところと、守備慎重なんよね。なのでちょっと守備範囲のところで若干の不安が残ります。いや若干ではね、かなりの不安が残るんやけども、セカンドでアーティストってマジ外選手とか使わんかったらおらんかったと思うから、マジでこれ熱いよね。今岡選手はもう、まあ、阪神やってるし絶対にこれ取りに行きます。1番で使いたいね。で、巨人原辰徳監督来ました。なんかね、いろいろ今なんか采配とかね言われてて大変そう、大変そうだけど、まあ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 始まったばっかりやからね。で、ミッパ78の同値で、アーティストやった原監督って、パワーヒアなイメージがあってんけど、アーティストで出てます。で、守備の適正サードがね C あるんやけども、レフトがメインポジションの適正っていうことでね、これ結構巨人ファンからしたら嬉しいんちゃう。もうサードってさ、岡本選手で固定されとやろ。だから、レフトがメインポジションの適性合ってくれたら、これ結構巨人純正の方嬉しいんじゃないかなと思います。特殊能力もね、悪くないよね。うん。で、野村祐介投手、これツーシーム持ってんちゃう？あ、いいか。あー、なるほど。ちょっとこれはね、純正の人しか使われへんかもっていうのも、基本的にね、このツーシームとフォークとか、ツーシームとかスプリットが回転が似ててね、強い投手っていう風に言われるんやけども、ちょっとこれ球速遅すぎるな。144キロでは、回転見分けてから振るっていうことが、まあ、ある程度上手い人だったらできてきちゃうんで、まあ、ツーシームフォークとはいえど、ちょっとね、純正の方以外には使えてこないのかなとは思いますっていう感じかな。コントロール、緩急と、あと、援護やったかな。うん。ね、うん、援護やね。まあ、ちょっとしんどそう。で、立浪監督来た。これは素晴らしい監督。ミート81、パワー71。なるほど。デフォでパワー、ミート A 乗ってるの熱いな。で、ライドラ。いや、これ強いな。で、まあ、特殊で B 乗らんけど、セカンドやったらかなり強いよね、これ。チャンス、流し打ち、粘り打ち。いや、今回セカンドワーク熱いな。ちょっと吉川尚輝選手もね、僕も4000でそろそろ限界感じてたんで、まあ、今岡選手は絶対ランキング8でも取るんですけども、まあ、立浪選手も全然使ってみたいなと思いますね。はい、というような感じかな。多分半分以上ね、当たって嫌な感じしないですね。はい。なのでちょっとね、これ3回目で S ランクの TS 確定してるんですけどもね、それ以外のところでちょっと出していきたいというふうに思いますので、ちょっとね、尺も長くなってるんで、で、今日ちょっとまだ編集雑いと思うけど、ちょっと最後、30連かな、ちょっと楽しんでいってください。レッツゴー。いや、これ久々にテンションの上がる感じだからね。満月出ず。いやー、これはもうあかんな。おー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 おお。もう今なんて確定ちゃうほぼ。どう？どうなん？これどうなん？これどうなん？あ、これ来たよ。これ来たよ。これ来たよ。これ来たくないマジで。おっしゃっしゃっしゃ。はいはいはい。これめっちゃかっこよくない？これ後ろのね、なんか昔のなんかゲームキューブ始まる時みたいな。で、おー、素晴らしい監督、2連チャン。有原選手、投手、大和選手、鈴木デイジ、祖父江投手。いや、嬉しい。いや、嬉しい。やっぱ阪神純粋やってるし、近本選手ね、4100やったんで、これで4300。で、確実にね、スピリーグ出れるっていうことで、これ普通に嬉しいです。いや、嬉しい。よかったよかった。もう一回こん、まあ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 、まあ、いや幸先いいね。で、次20連目やろ。ここでも出てほしいな。まあそんなね、高望み、もしここで出たらちょっとやばいよね。いや、でもこっから出てるからな、さっきで。なこれ満月ないってみんな言うけど、ここにちっちゃく満月あるから。
いやこれはきついか。あーでもこれはきついな。ちょっと飛ばしてるかも。びっくりしたけど、あんま嬉しくないな。いや、一瞬びっくりしたけど、うん、そこかっていう感じよね。まあ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 、まあ、電よりはいいよね、全然。まあ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 、まあ、あのボーナス的にもめっちゃいいよね。今岡選手の A 欲しいな。あと金子投手ね、 A 級にスピ解放したいっていうので A ランク今のうちに集めたいなっていうのはあるんですけどね。次ちょっと S ランクの TS 最後確定なんで、ちょっと2枚引きしてくれてもええんやね、これ。いやこれもう大会に向けて戦力強化していかんとあかんからな、マジで。はい、レッツゴーレッツゴーシーノ、ほい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 。これは1枚です。飛ばんかったということで、限りなく今岡選手の可能性はなくなったかな。ユーク PC 軌道を軽い一軍変えてきてほしいね。坂本選手もちょっと復調してる感じ、素晴らしい監督。2枚引きないな。さあ最後最後誰が出るか。ここで中島選手がもし出たら、叫びます。いくで。いやこれマジで使ってみたかった、マジで。超脱三振賞ね、ちょっとあのランキング走らなあかんし、あのいやでも経験値たまって早めに育成できると思うんで、ちょっとね早急に使ってみた動画撮りたいと思います。はい、ということでね、まあ、今回 TS かなりちょっとテンションね高めやったんやけど、ちょっとまだ新居っていうのもあってね、あんまこう騒げてないっていうかね、どのくらい音響くんかなっていうのちょっとまだ探り探りで、ちょっとあのどんな感じで撮れてるかちょっと分からへんねんけども、まあかなりテンションの上がったガチャだったかなと思います、久々に。でここからもう死ぬ気で、ランキング走りまして、今岡選手獲得して、で、狙い撃ちやね、狙い撃ちで極みにするまで A ランクを集めていくっていうね、流れになっていくのかなというふうに思いますので、はい、そんな感じになってますということで、はい、ということで今日の動画終わります。